world's most trusted 4x4. After completing 70 glorious years, get ready for the powerful, the intelligent, and the most advanced Land Cruiser ever built. Introducing the most awaited, the all-new 2022 Toyota Land Cruiser.1951年のトヨタジープ BJ としての誕生以来、ランドクルーザーの根底にあるのは、すべてのお客様に安心・安全をお届けすること。暮らしを支えるために、人と荷物の運搬のために、人生を豊かにするために、世界中のあらゆる道をお客様と共に走ってきました。ワクチン保冷輸送車の EQS 取得ベース車としても選択いただきました。今日においてもランクルしか走れない道があります。どこへでも行き、生きて帰ってこられる相棒であり続けること、これがランクルの使命と考えています。そのためには次世代に向けてランクル自身も生き残る必要があるのです。年を追うごとに厳しくなる燃費や排気規制の対応や、より一層の衝突・先進安全性の確保には限界を迎えていたのが事実です。また安心安全の基本である運転のしやすさについても改善のご要望をいただいておりました。世界の8割の道があるという豪州でランクル200を自らドライブし、大きな2つの気づきがありました。1つはランクルがいかに愛されているかということを知り得た感動、もう一つは予想に反し疲れるという事実でした。延々と続くコルゲーションやダート路面、果てしなく続くスチュアートハイウェイなど、車の挙動に逐一注意を払う必要があり、これを何とかしたいと思ったことが ZJ での車作りのスタートでした。今回の300開発にあたり、運転しやすい、疲れないことを目標に掲げたルーツがここにあります。この車にはやっぱり温かさっていう僕は感じてて、そういったものをこの車の中にまた魂として埋め込んでいくのかなというふうに思いますね。ずっとまあ伝わる、まあ、我々がこう教わってきた諸先輩と話す中で言うと、やはりランクルっていうのはお客様の間に約束事があったんだなというふうに思ってます。やはりお客さんはこの車を信じて乗っていただいて、家族の一員だということもおっしゃっていただける方もおられるので、まあ、それはやはり裏切らない、やっぱり裏切らないイコールこの車にとっては命を背負って走っているということになるのかなっていうことになりますね。やはりこの車は、まあ、行きたいところに行って必ず帰ってこれるということがやはりこの車の使命だというふうに思っております。ランクルは世代が変わってもランクルであり続けなければならないと開発チームに対し常に訴え続けてきたのは、この車はランクルなんだというシンプルな言葉です。信頼性、耐久性、悪路走破性という幹の部分は絶対に譲らない。そのためにフレームであることと、ランクルで80から続く黄金比とも言うべき伝統のホイールベース、これは絶対に変えない。実は強く意識したのがランクル80です。誕生から30年が経過した今もなお、歴代ランクル最高の悪路走破性を持つと言われています。ランクル80の持つ悪路走破性を超えたい、エンジニアたちの熱意がこの300には詰まっています。開発の初期から幾度となく悪路を走り、壊しては直し、また壊してきました。実路からのフィードバックに勝るものはありません。ランクルを作る
ということは私も含めて人作りそのものです。凄腕、匠、三浦ドライバーにも開発の初期から参加をいただき、総力を挙げて完成度を磨いてきました。運転のしやすさは操作による走る、曲がる、止まることに対して反応が素直で挙動が予測しやすく疲れないこと、路面からの入力に対し不要な動き、乱れがなく安定感があること、静粛性が高く室内環境が快適であることなどが重要な要素です。これらをランクル QDR、 アクロ走破性、最新の衝突安全性能、そして環境性能、これらと両立させるためにはまさに車の素性の刷新、これが必要でした。その解決手段がトヨタフレーム社として初めて DNGA の考えに基づいたプラットフォームとエンジン、これらの新規開発であり、そして徹底的な軽量化でした。まずドライビングポジションです。運転席に乗り込んでシートのポジションを合わせると自然にステアリングに手が届く、長時間のドライブにも疲れないポジションになっています。次にリアサスペンションの上下取りです。200系は後ろから見るとショックアブソーバーがカタカナのハの字に配置されており、タイヤがストロークする方向とズレがありました。これがリアが横方向に動きやすく安定しない要因の一つでした。今回理想的な配置とするためにフレームに曲げを入れてもらいました。次に重量配分の適正化と低重心化です。最大の重量物であるエンジン、トランスミッションの搭載位置を車両下方に28ミリ、車両後方に70ミリ移動させました。エンジンも V8 から V6 になることで全長が短くなったことも聞いていて、200系のフロントヘビーな動きが大きく改善されています。次にパワートレインの性能です。ドライバーの意のままの加速、減速、そしてコントロールのしやすさ、これを追求しました。200系の V8 をはるかにしのぐパワー、トルク、そして経済性を実現しています。最後に軽量化です。体感ともいうべきフレームには世界初の溶接技術を導入することで余分な重ね合わせ、これが不要となり大幅な軽量化を実現できました。この世界初の溶接技術には長年ランクルのフレームを作ってきた製造現場の匠たちの溶接技法と知識が織り込まれています。お客様へ安心安全のフレームの強度を安定した品質でお届けするために、溶接時の熱影響によって発生する歪みを徹底的に管理することでこのシビアな溶接技術を実現しました。溶接技術の匠たちの力によって実現したこのフレームはトヨタのものづくりの象徴であると言っても過言ではありません。その他最新の設計技術によってトータルで200キロの軽量化を実現しました。こうした素性の刷新の積み重ねにより世界中のどんな道でも運転しやすい、疲れないランクル300の走りが形作られています。僕たちが走るダカールラリーっていうのは本当に2週間1万キロという時間と距離をかけてあらゆる路面を走ります。でその中で最も重要なのが自分自身がその車をちゃんとコントロールできる、どんな場所に行っても安心して確信を持って運転できるっていうことが非常に重要になります。でそうなってくると車のエンジン、フレーム、サスペンション、その全てのバランスというのが高次元に融合されていることが求められるんですけれども、まさにこのランクル300に乗った時に感じたのはそのバランスの良さというところでした。でまずはエンジンですね。ランドクルーザー200に比べて、ダウンサイジングしたということがありますけれども、いい意味ですごく驚かされたというのがそのパワフルさと、高速域まで、しっかりアクセルに対して追従してくるというそのレスポンスの良さでした。でさらには、車の軽量化、そして、重量バランス、重たいものがより中心に集まっているのでハンドルを切り始めた瞬間から狙った通りのラインに行ける、本当にスポーツカーのような感覚でこの SUV を運転できる、そんなことを実現している車がこのランドクルーザー300だと思いました。
ップラリーでこのディーゼル仕様のランドクルーザーを乗ってるんですけれども、低速域のトルクがしっかりあるっていうのは、もちろんのことなんですけれども、びっくりしたのはその静かさですね。車の中でも普通に会話ができるんです。こんなことがディーゼルエンジンでできる日が来たんだなっていうようなこともすごく印象的でした。乗った人が楽しいと感じるためには、乗った人がストレスなく走るためにはっていうことを考えて生み出されたバランスがあるから、僕たちはラリーで速く走れる、お客さんも楽しく日常生活を送れる、そんな車なんじゃないかなというふうに思います。ダカールラリーの舞台で、今までいなかった新たなチャレンジングなドライビングを見せて、必ずこの車を優勝ポディオムに上げたいと思っています。ランドクルーザーをご愛顧いただいている世界中のお客様に改めて感謝申し上げます。ぜひ皆様のドライブによってご体感いただき、世界中の道で鍛えていただきたいと思います。